紅葉綺麗だね、もう。はい、あきらです。今日はね、楽しいツーリングですね。今これ関越道をね、北へ向かってるんですけども、これからね、赤城山の周辺に行くんですね。まあ今日はね、まあ、ツーリングを誘ってくれる人がいて、まあちょっと何人かのグループで回ることになるかと思うんですけども、ね、関東に来てね、久しぶりですけども、今日あたりね、紅葉が見られるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうかというとこですね。まあ、関越道もこの辺まで来ればだいぶ空いてきますね。これね、これあのクルーズコントロールがついてるんですね。まあ、最近の新しいやつは、新しい GS はね、本物のクルーズコントロールがついてるんだけども、これは完全に後付けのインチキクルーズコントロールですけども、結構役に立つね、こういうところだとね。まあちょっと微調整は効かないんだけども、まあ空いてくれば、道路が空いてくればね、本領発揮するんじゃないかね。あ、ここから群馬県です。あれが赤城山かな。あ、赤城山ってこっちか。赤城インターまで5キロ。あ、やっぱこの辺涼しいんだね。あ、気温14度だね。都内は16度あったからね、朝だけどね。うわ、2600円。どっち？右？お、赤城山右方向。なんか大昔に来たことはあるけど、ね、こういう季節に来るのは初めてだね。あ、なんか、ね、気持ちいいね、天気で。この辺だいぶ紅葉は始まってるけどね。
ある湖なのかな。あそこは何ダムだっけ。あれは奈良俣ダムっていうんだ。ね、紅葉シーズンだとね、まあ、車が結構いるんで、まあ、こういうペースになっちゃうね。ああすごいね、ダム下から見るとね、見上げちゃうね。紅葉してるね。これ右片品線。比較的になんかワインディングみたいだね。ああ、どこだ、どこ。ここは走ったことないですね。いい感じの。ここは何峠とか、何街道っていうんだろう。
たね。もうそれにしてもこういうところに結構車来てんだね。ああここ下滝なんだ。なるほど、この辺が名所なんですね。なんか紅葉の名所なんかあそこ滝でね、あの辺から向こうから見るとね、紅葉がもうまだちょっと早かったね。あーこっちの林道は通行止めだね。こっちは道になってないか。